それでは神野さん顔を上げてください。どなたを食べますか。はい、顔を伏せてください。次、占い師さん顔を上げてください。どなたを占いますか。はい、顔を伏せてください。それでは騎士さん顔を上げてください。どなたを守りますか。はい、それでは顔を下げてください。それでは霊媒師さん顔を下げてください。どなたを、あ、というか前の部屋ですね。それでは顔を下げてください。皆さん顔を上げてください。恐ろしい夜が明けました。昨夜の、被害者はいませんでした。それでは、話し合いをスタートしてください。時間は前回と同じ3分です。どうぞ。はい、はい、騎士でしたね。スーパーナイト騎士でしたね。守ったのはお、キヨシさん。俺、俺はもう昼夜だと思ってるんで、昼夜多分嫁さん噛まないと思います。人狼だとしたら多分なんか噛まないなと思って。タマさん、俺のこと分かってないな。キヨシちゃんなんだと思って行きました。萌えは何なの。市民です。こういうロボットって市民、市民ロボット。さっきの霊媒師笑いは何だったのか気になる。霊媒師笑いですね。ごめんなさい、あの普通にこっちの会話です。俺の中でも決まっちゃってる。島流しやった人はそこ俺は聞き通せやる。いや、でも別に使わない。タマ様がのことを騎士って信じてますけど、別に人狼かもしれないですよ。あそこもある、あり得ます。タマ様は俺のことは絶対信じれますよね。俺市民なんですよ。で、嘘くせぇ。俺市民なんですね。で、もうここの占い師の、愛知良樹の中に人狼一人いたの確定で、まあ、ほぼお姉ちゃんが霊媒師だったろうと、うん、でここどっちか人狼で相方がここどっちかなんですけど、なんです。で市民市民って言ってるんで、市民2人しかいないのに3人、自分が市民だけど市民市民ってかどっちかなんですよ。良樹を信じるならここ2人だし、まあ自分の中では守ってなかったからここはもう確定で白白。でもほら俺のこと市民ってあの金髪ちゃんいんですよ。ドシャンって言ったから。いや微妙。だって愛知が本物だったら、でも俺ちょっと俺思い出して、俺ずーっと残り1分です。セーターしか指名してないからね。セーターしか。パツキンとセーターって俺ずっとセーター。まあまあ、たまには俺信じてみよう。たまには信じてみよう。でも先日のね、俺が守って。いや、なんですけど、愛知が本物だった時は絶対人間なんですよね。で、ヨシキが人狼で、ヨシキの仲間が奥さんかもしれないですよ。かもしれないっていうか、今の状況だと多分もう2択ですね。意外と俺白、肌の色的に。それなら負けない。いや、絶対投票しそうだけど俺。いや、ちょっと、あの後悔するぞ。後悔するぞ。さっきと比べたら怪しい表情とかはちょっと怪しいかなと思って。本当？でも何なのじゃん。はい、話し合い終了です。それでは投票をしていただきます。一番最初に投票してもらうのは、キヨシさんです。マジ？ここ大事、ここ大事。マジか。質問ありですよね。
はい、質問終わりです。マジか。マジか。マジか。最後です。顔がうるさくて。じゃあ、顔がうるさい。奥さんに。奥さんに。奥さん、はい。初日なんかよしきに何か言われてましたよね。うん。あ、っていうか初日に三になった時に投票しましたよね。で、決選投票になったじゃないですか。あれってなんか実はここ人狼仲間で、でも露骨にこっち行くのもあれだし、こっち味方の方を殺すのもあれだし、逃げたようにも実は見えてたんですよね。違います。単純にゲームがわからなすぎて、とりあえずあのミスったと思う私は。難しい。あとあとサンサンじゃんって言われて確かにって。わかりました。チュンヤン君ね。おー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 。はい、では手を。はい、一本。はい、それではタム様。いやもうこの流れだったら俺もチュンヤで確定。まあキヨシさんがあのまあ萌ちゃんだったら萌ちゃんの側に行くと思ったけど、まあこれはもう最初から注意。人の意見に流されるのよくないですよ。いや俺は最初からどっちみち稼げます。はい、もうはい、じゃあ注意さん。自分で手を挙げるの。自分で手を挙げる。私じゃあ注意や。はい、ということで注意さんがされてしまいました。遺言をどうぞ。いじけてノグソでもしてやろうかな。シュさんはこれ以上ゲームで喋ることはできません。さあ、恐ろしい夜がまだやってきてしまいました。皆さん顔を伏せてください。顔を伏せてください。よろしいでしょうか。顔を上げてください。恐ろしい夜が明け、今夜もまた外車が出てしまいました。それは、タマ様です。だよねだよねー。なかったか最後。はい、この時点で、人狼が残っていますので、人狼チームの勝利となります。おら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 、ちょいやじゃねえし、逃げなってんじゃん。ドシャンは気にしなくてよかったし。いやいや、めっちゃいい頭してたのに。めっちゃすごかった、うん、いや、なんで自分信じないの。いや、ヒヤヒヤした。入れにくいよね。入れにくい、確かに。ずるいね、ずるいよね。まだ元から最後シャドウにね、ジュニアさんに投票行って。何、あの途中勝ち確だったんだよ、本当は。なんで中谷さん2票、俺1票の時、あの中谷さんに入れたら清さんが俺に入れても中谷さん釣られて、で、騎士バレたからそこ噛んで勝ちゃう。俺が生きてた。俺が生きてた。結構前の話になっちゃう。すごい、自分が生き残るために仲間刺してしまった。でもその方が、うん、あれは正解なんだと思う。いや、めっちゃうまと思いますもん。ゆうちゃんもっと視界に関係つけて、女ってすげえなって思った。いや、若干もう一人になった瞬間に顔がこっちから見て変わったから、お、変わったと思って、うん、だから結婚したんだ。あーすげー、見習うわ見習うわ。欲しい価値、女からメスになったんだ。メスになったもやだこれ、怖い。喋ってない。タマさんね。喋れなくて。僕は市民です。市民です。可愛くなかった。